と子と精神の何よりダビードの子イエスよ憐れんでください。主はそう叫びながらまとわりついてくる二人の盲人の目に触れ、彼らに光を回復しました。この二人は最初に何を見たでしょう。飛び込んできた光のその眩しさが和らぎ、次第にはっきりと見えてきたのは、二人に温かい眼差しを向けるイエス、そして目を開かれたお互いでした。闇の内を手探りでさまよいながら、憐れんでくださいと天でに叫ぶ二人の盲人の姿、それは私たち人間の現実でもあります。私たちは苦しいとうめき、悲しいと泣き、もう我慢できないと怒ります。そしてみんなその心の目は自分の苦しみに釘付けにされています。こんなに苦しいのに誰もその苦しみを分かってくれない、誰も助けてくれない、反対にみんなが自分をいじめる、自分を無視する、そう心の中で荒れ狂ったように言い募ります。人は一人で生きているから孤独なのではありません。人は人と共に生きているから孤独なんです。人は一人で生きていかなければならないから苦しむのではありません。人は人と共に生きているから苦しむのです。本日の福音、主イエスが出会ったのは二人の盲人でした。ハリストス、神が目の当たりにしているのは、二人でいるのに二人でいることを葛藤や闘争としか受け止められず、その緊張の果てに互いが自分にしか関心を寄せられなくなった人間の現実です。創世記の冒頭、神様は人を神の形に、男と女に創造しました。最初一人ぼっちだったアダムにエヴァを作って寄り添わせました。その時神はこう言いました。人が一人でいるのは良くない。人が人と共に生きること、その交わりほど良いことはないんです。しかしこの良いことが良いものでなくなってしまっている。アダムとエヴァが神の愛を離れた結果、互いを結ぶ絆の結び目を失い、人と人との交わりは愛の場ではなく戦いの場、憎しみの場、さもなければ互いの冷たい無関心の場となってしまいました。人は交わりの場で傷つき続け、ついに病的な自己中心性の中で互いの姿が見えなくなってしまっています。二人の盲人、そのような闇を生きる私たちに、生きてきた私たちに、生きなければならない私たちに光が差し込みました。ハリストスがその目を開き、彼らの目に光が差し込んできたとき、彼らはまず主イエスを見出しました。そして次に互いを見出しました。主神であるお方ハリストスと共に、互いがもう一度交わりを良きものとして生き始めるのです。二人の盲人を憐れみ、孤独から救い出した
このハリストスを信じて洗礼を受けた私たちにも同じことが始まったのです。私たちは互いのうちに互いの苦しみを見出し合い、そしてついに互いのうちに人を孤独から救い出すことのできる唯一のお方、ハリストス、神の愛であるお方がいてくださることを見出します。これが教会です。ハリストスの体です。しかしそれでも私たち弱い者同士、教会においてもたくさんのしくじりを犯すでしょう。たくさんの苦しみが襲いかかってくるでしょう。たくさんの悲しみに泣くでしょう。しかし神様が良き者として与えた交わりを目に見えるものとする礼拝、そう聖体礼儀に、すなわち主ハリストスの体に集い、それを聖体血、パンとブドウ酒として分かち合うとき、何者にも変えがたい交わりの喜びが私たちをもう一度立ち上がらせてくれます。その喜びが信仰を励まし、希望を与え、互いの愛へと促してくれます。教会の現実の人間関係の中では、これは信じにくいかもしれない。でも信じましょう。それしか道がないんです。ましてここですでに誠の光を見、すでにもう誠の光を見たと歌う私たちなんですから、信じましょう。希望を見失わないで生きていきましょう。アミン。